こんにちは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はパター編です、ね、ちょっとね、綺麗な練習グリーンを見つけたのでパターをやっていこうと思います。で、今日この動画でお伝えしたい内容って3つなんですよ。パターの構え方、ストロークについて。で、これね、結構多いんだけど、最後の一番最後が大事で、入らない人の振り方について、この3つをお伝えしたいと思います。じゃあやっていきましょう。で、パターって構え方とか打ち方に形はなしって言われてるんですけども、基本ね、フェースが向いてる方向にしかボール転がらないし、このグリップの平らな面に親指を乗せる、で、左右のバランスよく構えるっていうことが重要になります。これがまあこうであろうとこうであろうと何でもいいんだけど、でも大体肩幅くらいっていうのが目安で、クラブを握った時の感じとしても前傾して手だなんて下しちゃった、この位置が一番自然なところですよね。この位置でグリップに手のひらを合わせるような形で構えましょう。で、握り方もですね、通常のクラブと同じようなオーバーラッピングで、右手の指を全部握って左手の人差し指を上に乗せる逆オーバーラッピング、クロスハンドグリップ、10本の指全部で握る10フィンガーグリップの4種類がざっくりとあります。どの握り方でも構いませんが、自然に構えて、このね、両手両肘で作った五角形が作った時にね、自然に握れる形で構えていくようにしてください。こんな感じです。この握り方ができたらボールを打っていきましょう。ボールの位置っていうのはだいたい左目の下です。クラブが体の中心で、ボールがそれよりちょっと左っていう風に思ってください。このボールの位置が前すぎてしまったり、体に近すぎてしまうとストローク自体が安定しませんので、必ず自然に構えた時の目の下という位置をキープしてくださいね。ではストロークしていきます。打ちたい方向にフェースを合わせて、左右対称を意識してストロークしていきます。この時に入らない人のストロークの仕方、体がこうやって動いてしまったり、クラブを動かす時に手首が過剰に動きます。パッティングの時は手首はあまり使わない方がいいですね。あまり使わずに左右対称の振り幅っていうのを意識しましょう。もちろんリストストロークっていうストロークもあるので、ここを使うっていうのも間違いとは言わないんですが、距離感が安定しないし、ものすごく感性の話になってしまうので、反復練習が必要。でも皆さんパターの練習なんてどうでしょう。ラウンドの前、朝の練習グリーンでちょびっとしかやらない人多いですよね。それだったら感性を使うことよりもリストを固めてしまって、首の付け根を起点としたストローク、アームストロークっていうんですけども、こういったストロークの方が安定すると思います。このストロークがきちっとできているかどうかのチェック方法として、クラブをこうやって脇に挟みます。こういう状態です。この状態で構えて、こうやって動いてたら間違いです。これ間違いです。こういう動きが正解です。こういう動き、肩が上下するような動き、この動きをしていただくと、クラブを直線的に動かせるので、わりかし自分の思った方向に転がっていきます。ぜひね、パターンの打ち方悩んでる方、パターンが入らないんだよな、どうしてだろう、右行っちゃうんだよな、左行っちゃうんだよな、届かないんだよなっていう方は、
こういった部分を見直してみてください。本日の動画は以上となります。この動画が役に立ちそうだなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。